皆様こんにちは。マレーシア、ペナン島からナンポです。この番組では、ペナン島の美味しい情報や皆様のお役立ち情報を配信しています。チャンネル登録がまだの方はぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。さて、今日はペナン島タンジョン文岩にありますホワイトクレーンさん、日本食屋さんを訪れてみました。こちらでは、ローカルマレーシア人がプロデュースする美味しいお寿司が堪能できます。さて、マレーシアでいただけるお寿司とはどんなものなのか、またお値段はどれぐらいなのか検証してみましょう。ではどうぞ。はい、ということで今日はタンジョン文岩のホワイトクレーンさんにお邪魔をしています。ここはですね、犬と一緒にこの外のテラス席に座ることができるのでよく利用させてもらってます。ちなみに店内はこんな感じになってます。つまみな感じでいいんですよね。こっちがね、握りがあって、でこういう握りもなんかちょっとした感じで気軽に頼めるというか、そういう構成になっているので、やっぱり海外にいても握りとか寿司とか食べたいんですよね。さあ、来ましたよ。さあ、どれから食べようかな。やっぱ一番好きなイクラから。このわさび、マレーシア人とか特にチャイニーズとかってこのわさび大好きで、すごいね、特大盛りにしてくる傾向にあるのが私的には嬉しい。左の粒が大きい方がとびこで、右の粒が小さい方がおそらくエビコだと思われます。でとびこ、ちょっとだけねわさびを入れたら美味しい。美味しい。続きましてエビコ、やっぱね寿司は手で食べたいし、口の中でこうプチプチとなんか弾ける瞬間がすごい。でこのわかめ、なんだろうこれ、わかめ、多分わかめ。 OK OK、 カン、When you open this restaurant? April 21. April 21. Yeah. 19. Yes. Thank you. So I support you, yeah. Yeah, you support me. It's quite nice. Is the food everything okay? Very nice. Thank you. Thank you every time. Thank you. いいだこ行くかな。いいだこ。タコの。なんか照り焼きっぽいような感じのお味、なんか不思議なお味だけど、まあこれはこれでいいと思います。ごぼうフライです。なんかごぼうがかなり薄くスライスされてて、これはお見事。マグロのカルパッチョ、色も素晴らしいです。これはもう言うことなし。こんにちは。こんにちは。シェフのスティーブンさんです。よろしくお願いします。スティーブンさんは日本、ジャパン旅行、Yeah. Then I learn how to cook it. Yeah. Oh, where? Osaka. Osaka. You like Japanese culture? Yeah. Still can accept? No, it's very good. Very good. Then after you come back to Malaysia, you open this restaurant first time.
Yes. Wow, congratulations. Thank you. Thank you, Na. Every time you treat us very nice, and I feel very comfortable here. Thank you so much. Thank you. Arigatou gozaimasu.